恐竜について興味のない方も、一度はこの名を耳にしたことがあるだろう。鳥を除けば最も有名な獣脚類、ティラノサウルスレックスさんです。発見されてからすでに100年以上が経過しているが、詳しい生態はまだ謎に包まれたままである。しかし、長年続けられてきた研究によって、その全貌が少しずつ明らかになってきた。ティラノサウルスは映画ジュラシックパークなどといった、様々な映像作品に登場している恐竜でもある。映画ではまるで全知全能の捕食者のように描かれることが多いが、ティラノサウルスは怪物や神ではない。病気にもかかるし、超身巨体ゆえに転倒して怪我をする。実際に地球上に存在した、動物の一つなのです。今日はそんなティラノサウルスさんのネットの反応を見ていきましょう。朗報、ティラノサウルスさん、地球陸上動物史上最強の噛む力を持っていた。ティラノサウルスの攻撃力は約8トン、これはトラックのフレームをも容易に粉々に切り刻むレベルである。やっぱりティラノがナンバーワン。敵、死肉あさり。敵、羽毛。敵、鳩みたいな声。なんなんこいつら。死肉あさりやなくて機会があれば死肉も食ってただけやからな。ライオンやトラのような現代の生態系の頂点に立っている肉食獣も機会があれば死肉はあさる。羽毛は子供の時だけ。鳩みたいな鳴き声はネタ。攻撃力を考えるとやはりティラノが陸生肉食獣史上最強に疑いはなくなる。ギガノトとかスピノとかはティラノよりでかくても攻撃力は大幅に劣っていたからな。でも走るのめっちゃ遅いんやろ。最近だと尻尾の筋肉のつき方で意外と速かったとかコロコロ変わっとるで。恐竜系考古学者の眉唾感は異常。噛む力がそんだけ強かったのはまあ理解できるけど、普通に歯の方が砕けるだろ。ティラノ実は巨大なヒヨコだった。見ないな、切なかったっけ。スズメかな。かわいすぎやろ。現実的に考えるとこのガタイでモフモフやと体温上がりすぎて死ぬけどな。残りにくいとはいえ羽の痕跡化石がもっと出てくるはずやし。鱗だよな。なんで白亜紀の気候で羽毛あるのか説明できるのか。鳥が環境変化に適応して恐竜になったからやろ。人間もやけど先祖の系譜はどこかで発現するんやし。恐竜と鳥ってどう違うん。ティラノサウルスも原生鳥類も同じ獣脚類やで。生物学的にはほんまに兄弟や。結局毛があるのかないのかどっちやねん。ないでしょ。鱗で覆われていたが正解。あの図なんて羽毛しか書いてないやん。毛は生えてたっぽいけど原生鳥類みたいな羽毛じゃなくて産毛だったってのが今の落としどころみたいやで。体が小さい幼少期の間だけあったと言われとる。なんかの恐竜の皮膚までそのまま形が残った化石見つかっとったやん。あれすげえよな。どこまで行ってもただの想像だったのが答え合わせできたんやから。恐竜のミイラが見つかってドラゴンチックな外見確定したんちゃうっけ。ノドサウルスやね。これやこれ。羽毛はしぼうやろこれ。鱗や口角と羽毛が共存なんかできんやろ。口角は体毛が変化したもんやからな。今現在いるアルマジロとかも腹の下に仕掛けないやん。そんな感じちゃうかな。骨から想像なんか絶対できん。でも鳥類は骨の通りのかっこよさじゃん。恐竜は鳥類に近いらしいしかっこええやろ。爬虫類は見た目まんまの骨格やん。こんな感じやろ。1億年も生息しとったのに何も頭脳が発達しとらんとかやばない。人間はクソ雑魚なめくじスペックやから脳進化した説もあるしな。隕石落ちひんかったらトロードンが知的生命体に進化してたかもって話はあるで。お前らバカにしとるけど2億年近く地球の覇権取ってた生き物なんやぞ。ホモサピエンスなんてせいぜい50万年がいいとこ。って考えるとすごいよな恐竜。なんで滅びたん。寒い。雑魚。寒いのって直接的な理由やったか。一因やな。あの骨格からくちばしはさすがにないわ。ちっこい足必死に動かして川泳いでそう。毛ボーボーなんよね。結局今もいるでかいワニとかヘビの方が強いんやろ。
ワニも昔のやつは足が速かったりするやつがおったらしい。怖すぎやろ。今でもチャリで走って逃げれん程度には速いやろ。それより速いとか回避不可能やんけ。10メートル近いワニが40キロで走ってるやん。走れないとかいうエセ科学者を許すな。羽毛あった方がかっこよさそうやけどな。やめたれ。なんか売れないミュージシャンっぽい。年々ダサくなるのやめろ。ティラノサウルスさんの特徴。体は羽毛で全身モフモフ。最速時速10キロでしか動けない。狩りなんてできないから死肉を貪るしかない。大きい顎は同種の恐竜たちとの喧嘩よ。顎の力はハイエナを考えるとわかりやすい。本体に比べて足が貧弱すぎるから走れず死肉を漁ってたっていうのは確定なんやろ。あの顎は死肉に集まる他恐竜を蹴散らすだけのもの。最強とか言われてる割に草食ってるだけのブラキオサウルスには勝てそうにないらしいな。現実でも肉食獣が元気な草食獣と差しじゃ勝てないし、肉食キリンやゾウに短期じゃ勝てないし、狙うとしたら子供だからな。お前らほんま恐竜とか昆虫大好きやな。朗報、ティラノサウルスさん、最新バージョンが発表される。体のサイズからしてそのくっそ細い足は無茶やん。なんだその取ってつけたような手は。ところがこの腕結構力強かった説ある。腕を体が伏せた状態から持ち上げてて。その力は片手でグランドピアノ持ち上げられたとか。その証拠に、人間でいう鎖骨に当たる。また骨の疲労骨折の跡がティラノサウルスには見受けられるんよ。これは腕の力が相当強くて骨に負担がかかってた説がある。ティラノの手って最初に見つかった骨格に腕がなかったから似た形の恐竜の当てはめただけなんやろ？今は腕見つかっとるみたいやけど。せやで、もう見つかってるけどな。だから初代キングコングじゃティラノは3本指よ。正確には4足、2足、やっぱり4足やね。イグアノドンに限らず鳥脚類は普段4足やけど、走るときは2足ってパターンがそれなりにいる。イグアノドンもそれよ。手貧弱すぎて息。これマジ？体格に対して手が貧弱すぎだろ。これじゃなかったんか。恐竜の大きさでこの見た目は強キャラ感ある。売れないグロ漫画にありそう。キモすぎて草生える。散歩中みたいで可愛いやん。チキンレッグやん、スクワットせな。正直今回のはインパクトがないね。これほんま怖い。ホラー的な怖さ。尻尾の方に申し訳程度に生やすな。最近の毛に対する異様なこだわりはなんなんや。鳥の先祖説あるからやろな。ていうか鳥さん自体恐竜の先祖どころか明確な生き残りやで。恐竜の定義は鳥とトリケラトプスの最新の共通祖先から見た子孫すべてや。現生鳥類は恐竜の中のコエルロサウルス類に含まれるんやけど、このグループにはティラノサウルスも所属している。けどコエルロサウルス類の中でもさらにティラノサウルス類とマニラプトル系類に分かれてて、現生鳥類は後者の方やからね。ベロキラプトルの方がよっぽど鳥に近いで。恐竜博士か何か？全然。ワイより詳しい人なんていくらでもいる。恐竜ガチ勢は英字論文読めるようになってからが一人前よ。これは名誉なんジェイミン。自信に気やんけ。恐竜関係の一般向け啓蒙書で比較的最新の知見が盛り込まれたの教えてくれメンス。めっちゃ丁寧に話してそう。バージョンアップするたび子供の夢を奪っていくテラサンスコだ。見るたびにて小さくなってて草。ティラノサウルスさん好き勝手されてて草。鳥類の祖先イコール毛は外せないのか。毛って化石に残ってたんか？なんでこんな毛生やしたがるんや。確かティラノの仲間の化石から。毛の跡が見つかったやなかった？ティラノサウルスには残ってない。けれどそれより前の近縁種のユテラヌスに残ってたから。ティラノもあるんじゃないかって説がある。ただユティラヌスは白亜紀前期の中国出身で、そこは当時寒かったんや。だから羽毛も納得できるけど、ティラノサウルスは白亜紀後期の北米で暑かったから、あるかは微妙。
あっても全身が羽毛に覆われてたわけではなく、首の部分の鱗肌の皮膚化石が残ってるから、毛が生えてても一部の場所やね。どうやって起き上がるんだよ。鱗だから好きだったのに羽毛じゃダチョウと同じ。禁煙種に毛生えてるからこいつも毛生えてるやろとか冷静に考えるととんでも理論やな。マンモスとアジアゾウ見てみー。マンモスは氷河期の哺乳類やから。ふさふさやぞ。結局はティラノサウルスには鱗があったって結論が出たやろ。鱗から毛は生えない。つか全身の化石はとっくに見つかってるんだから骨格が変わるのはおかしくね。近年、現在の鳥類のようにふさふさとした羽毛を持った。羽毛恐竜が次々と発見されている。ティラノサウルスも現在の鳥類のように羽毛が生えていたのだろうか。2004年、中国の遼寧省からディロングという全長 1.6 メートルほどの小型のティラノサウルス浄化が報告された。ディロングの化石には羽毛の印象が残っており、この発見から小型の原始的なティラノサウルス類は羽毛を持っていたことが確認されたのである。しかしながら、最近ではこのような全身に羽毛を生やした復元は誤りであるとされている。研究の結果、ティラノサウルスは羽毛が生えていたとしても、それは背中のごく一部の部分に限られる可能性が高いという結論に至っている。これまでも巨大な体を持つティラノサウルスは体温が下がりにくい上、直射日光が照りつける環境下で生息していたと考えられるため、ティラノサウルスに羽毛は不要どころかむしろ有害なのではないかという反論がされていた。同胞ティラノサウルスのあるべき姿がこちら。かっこいい。古戦場を思い出すので NG。30年前かな。モコモコじゃないやん。これは30年前。それよりはイノサーベルタイガー見てよ。理想。現実。牙は邪魔なだけやな。そのせいで絶滅したとか。牙が長くなりすぎて絶滅した。牙が一生伸び続けて最終的には自分の脳天貫いて絶命するバビルサみたいやな。死を見つめるものバビルサくん大好き。かわよ。滅ぶべくして滅んだんやな。なんでこんな前傾姿勢なんや。上半身マッチョだけど下半身は貧弱だったというのが今の学説。サーベルタイガーも一枚岩じゃないから理想っぽいサーベルタイガーもきっといたぞ。カバの強さ的に強さは強そう。スピノサウルスも格好悪くなっててショック受けた。これが最新やろ。アンジャナフアシかな？でちっちゃ。いるか？その手。手がなかったら鳥になれないですやん。ハラデーダイナソースコ。2014年強すぎ。テラカスピヨピヨで草。クソキモい。NHK が作った折衷案置いとくぞ。アンチも信者もこれで矛を収めろ。だ。これが水中を歩くのに特化された最新のスピノサウルスやで。3のあれに近いといえば近い。首上げた意味ある？これは肉食獣やろな。カバさんもいつか恐竜扱いされる日が来るんかな。初代ジュラシックパークのが携帯で一番良かったわ。誰でもあのイメージやしな。フクロウの骨格見たら骨格から元の姿を導くのがいかに困難かわかる。マッコウクジラの骨格がこれやぞ。骨から正確な外見復元とか不可能やろ。お前らすぐ騙されんな。これが本当の最新のサーベルタイガーな。生えてなくて草。今の予想図をベースにゾイド作られたら嫌やな。根っこみたいに実は可愛いパターンある？ティラノサウルスの皮膚の化石は発見されてて、羽毛ファッサー説はデマが確定してる。小型の哺乳類に毛があっても、ゾウとかサイに毛がないのと同じ。鳥皮かな？これは朗報。鳥の皮剥いだらこんな感じよな。一番かっこいい恐竜貼っとくぞ。グーかっこいい。カルノタウルスやっけ？ええよな。変わりすぎてな。どれが正しいんだか誰か蘇らせてくれよ。やっぱり恐竜さんはかっこいいどん。ラクダみたいにコブがあった可能性もワンチャン。モササウルスはスコか？はい、詐欺師。
次回作で大活躍するぞ。うおーおおってちっちゃ、絶対コンプこじらせてるわ。ティラノばっかり話題になるけど他の恐竜もどんどん変わってるんやろか。そもそも背骨の一部とかから全体像を予想してるだけのやつとかも多いし、新しい部分発見されないとな。進めようがないのが大半やろ。毎朝裏が別に子育て恐竜じゃなかった説見た時は草生えた。逆張りしたいだけちゃうんか。いっつも卵の近くで見つかるから。他の恐竜の卵盗んで食ってたやろってことで卵泥棒って名前つけられた恐竜が、実は自分たちの卵守ってただけの子煩悩集団だって発覚したのは結構前にあったで。ふさふさになって文句言われるのこいつぐらいやな。下手したら今の象の方が強いんちゃうか。こういうのでいいんだよというティラノサウルス。シャチの骨格見る限り絶対再現できてへんわ。まあ陸上とはいえ無駄にゴツゴツはしてないやろな。あ、これよ。くっそ強そう。ジュラシックパーク1ほんま好き。これは暴君。地球に恐竜がいたってロマンヤバすぎるよな。ティラノサウルスさん、唇があった。ティラちゃんはキスマ。イメージ崩壊しすぎ。恐竜の復元図がどんどんカッコ悪くなっていくけん。資生堂とカネボウの CM 戦略に影響大だから。ブチしてたのか。チュ。どんどん近くなっていく。羽毛があったり唇があったり、お次は？実際はカバみたいな見た目だったかもしれない。キモ。記事にあるイラストはカメみたいな顔つきだね。ふわふわ羽毛やカラフル大量に比べたら夢がない変化ではないわ。いつも思うけど、どうやってセックスすんだ？オスとメスが手をつないだだけで妊娠する。その手が小さすぎてつなげないだろとマジレス。そのうちまつげとかエクステつけて出てくっぞ。フェラチオザウルスは実在したんだ。逆に鳥以外で唇のない脊椎動物って何？勘違いしてる人多いけど、そもそも一部の例外除いて哺乳類以外はないとされてたと思う。唇って結構重要な器官で、哺乳類に標準装備されてるのはお乳を飲む必要があったから、とされてる。この間 NHK で恐竜の特番やってたけど、首の長いでかい奴らはどうやって交尾してたんだろう。恐竜のペニスの化石は発見されているんでしょうか。モササウルスは甘え。ティラノサウルスは実は3種いた。新たな論文が物議を醸して研究者の議論が白熱。暴君トカゲの王ことティレックスに加えて女王と皇帝と命名。6600万年以上前に現在の北米大陸西部にあたる大地を支配していた恐ろしい肉食恐竜。ティラノサウルスレックスは、実は3種に分けられるとする論文が発表された。論文によると、ティラノサウルスとされている化石は3つの体型に分類でき、それぞれが3つの異なる種を表しているという。そこで研究チームは、ティラノサウルスレックスという種に加え、ラテン語でティラノサウルスは暴君トカゲ、レックスは王の意味。残りの2種をティラノサウルスレジーナとティラノサウルスインペラトル、それぞれ女王と皇帝という意味と名付けることを提案した。どんどん増えるティレックス。ティラノサウルスの具体的定義次第。同類は大量種が存在してただろ。マーク・ボランもびっくり。あとは将軍とか。将軍が偉いのは江戸時代の日本と今の北朝鮮だけ。基本的には政府の役人レベル。増やすなら元帥とか総統とかそんな感じかな。いや法王とか教皇やろ。まあ犬猫だってハムスターだって種類豊富なんだし。そりゃいるだろう。アシト希少種だお。ティレックスってティラノサウルス種の王。マグロの王、本マグロみたいなもんだろ。時代や場所によって多様化してたことは予想できるけど、シカアシカは微妙やな。現生種見る限り骨で識別可能なレベルの差異がある集団って、亜種じゃなくて種レベルで違うのが多いよね。ライオンとトラのレベルもちろん大陸産と日本産のタヌキレベルでも近年分かったし、一般的に主流差だと思われてた形態の差異が実は見つかった地層の情報を整理したら、年代も違うまとまりになった的な話がこの論文の前にあったけど、
これにも反映されてるのかな？レオレイやトレオレウスみたいなもんだろ。そいつらの子孫が今、赤星インコと、ボタンインコと、オカメインコというのは学会の常識。ネームバリューがあるからティラノっぽい骨は何でもかんでもティラノ認定してたんだろ。キリンも一括りにされてるがいっぱいいるらしいしな。三大ティラノ。探そうとすると三種類になります。これは EPR パラドックスで説明ができますね。ブースターとサンダースとシャワーズみたいなものか？カラスの祖先はティラノサウルスな気がしてる。ニワトリの骨格がティレックスの骨格と掃除の関係にあることは、学認めている。次の次くらいでメンバー全員ティラノサウルスになるんじゃないの？戦隊ものもネタ切れ感ありありだし。知ってた。赤っぽいのと緑っぽいのとチャッポイントといるよね。図鑑で見たことある。グレゴリーポールね。ティラノサウルスとタルボサウルスは同じだと無茶な主張したのをなかったことにして楽に振り切れたのか。ティラノサウルス複数種複数属説はもともと師匠のバッカーが唱えていた古い説だよ。そういう議論があったからこそ、カーがティラノサウルスの変異は種内変異だとする論文を書いてる。サーベルタイガーも2種いるんだっけ。時代がそれぞれずれていたりしないかな。文鳥の先祖だっけ。うねうね威嚇してくる姿が似てると思う。お前恐竜見たことあんのかよ、すげえな。グレゴリーポールやロバートバッカー。ジャックホーナーの言説は鵜呑みにしてはいけない。シャチみたいなことになってる。まあゲノム解析できないからな。形態学で個体差、亜種、別種の判断ってどこまでできるのだろうな。ゴジラ型と思うあるやつと前傾姿勢型。原生種並みに細かく分類できれば実際はもっといたことになるだろう。恐竜が人間並みの知能を獲得して文明を築けなかったのはなぜなんだろう。暖かくて食べ物豊富だかららしい。人間みたいに連携して会話もして狩りをする必要もなかった。